にちは、一条貫太でございます。今日は忙しい中お集まりをいただきましてありがとうございます。千葉県千葉市出身の、26歳でございます、一条貫太と申します。今日は一生懸命心を込めて歌わせていただきたいと思います。最後までどうぞよろしくお願いいたします。今日は雨が降っておりますけれども、一番、演歌の若手の中で一番雨男だって言われておりますけれども、そのぐらい雨が降るの確率が多くて、今日はお足元の悪い中駆けつけていただいて本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。まあ今日はね、まあ5周年ということで、まあ日本のな親父よのキャンペーンでは2度目ということになりますけれども、伺わせていただいております。千葉県からやってまいりました。今日も2時間ぐらいかかりましたけれども、やっぱり遠いなあという感じがいたしました。早くどこでもドアでもあればいいなと思うんですけれどもね、まあしょうがないです。2時間ぐらいかかりましたけれども、とてもいい雰囲気で、いつもですと大体ここで町田でキャンペーンが終わるっていうことが多い。どこか行ってその後に町田で終わるってことが多いんですけれども、今日はこの後、東十条と東京都かな、なんですけれども、そっちの方まで行くんで、多分ギリギリになっちゃうと思うんですよね。多分ここから町田から東十条まで行くっていう、ここからですと新宿まで出て、新宿から赤羽で乗り換えてっていう、多分ギリギリになっちゃうと思うんですけど、誰がこのスケジュールを組んだのかなってちょっと不思議ですけれどもね、多分間に合わないと思うんですよ、これちゃんと普通の時間帯でやってもね。誰がスケジュールやったのかなと思うんですけど、まあでもやれっていう、やれというかね、やらせていただくわけですから、そういうわけでは通常通り、今日は別に曲を今日ここでカットするわけではございませんので、ゆっくりと楽しんで、向こう行くにはお待たせすればまたね、出ないと僕始まらないんで、ね、そういうわけでは今日は別にその曲数を減らしたりとかそんなことはしませんので、ご安心してゆっくりと楽しんでいただければなと、そんな風に思っております。よろしくお願いします。デビュー曲2人の始発駅という曲を聴いていただきましたけれども、こちらでは声出しはまだダメですかね。マスクしてれば大丈夫ですか。あ、マスクしてれば大丈夫ということでございます。じゃあまあね、3月の13日からマスクもね、自分の自由でいいよという感じで、今日も小田急線乗ってましたら、結構マスクしてない人が結構いましたけれども、本当に個人の自由ということになっておりますけれども、僕もその屋外とかだったら結構外して、外の空気を、まあマスクしてても外の空気吸えますけど、外の空気を吸うとやっぱ気持ちが全然違うなというふうに思いますね。まあ皆さんとなんか距離が取れたら、皆さんも距離が取れたら外でね、公園とかで深呼吸してみるとまた違った気持ちになるかなと思います。続いての歌はやんちゃ船という歌なんですけど、これをじゃあマスクしながらね、掛け声をかけていただきたいです。どこで掛け声をかけるかと言いますと、やれどっこいどっこいしょって言ったら、皆さんでどっこいしょって言ってください。いいですか。最近やるなんて言うんですか、ちょっと元気のない方がいらっしゃいまして、座る時のどっこいしょって感じで言う方もいらっしゃいますが、掛け声のどっこいしょで一つよろしくお願いしたいと思います。じゃあちょっと今日はね、ちょっとこういうアットホームな感じですから、練習させていただきたいと思います。誰が声を出して誰が出してないかっていうのが一目で分かりますからね。やれどっこいどっこいしょって言ったら、どっこいしょって言ってますよ。やれどっこいどっこいしょどっこいしょ。いいですね、はい、決起会みたいな感じで十分でございます。じゃあそれでは一条貫太の決起会、やんちゃ船という歌を皆様のお力もお借りしながら歌わせていただきたいと思います。やんちゃ船という歌です。ありがとうございました。やんちゃ船という歌を聴いていただきました。この歌が第2弾のシングルで、僕の所属するレコード会社が日本クラウンレコードというんですけれども、結構かなりスパンが早くおかげさまで出させていただくんですけれども、このやんちゃ船が一番長く1年間通して
歌わせていただいた曲でございます。まあ、デビュー曲とかは、そうですね、9ヶ月とか、またそうですね、その他の曲もですね、そうだったりするんですけれども、昨年はもう早くてですね、昨年は1月に旅路の先にという歌を出して、7月にでっかい東京というフォークタッチの歌を出して、で12月に今回のなおやじよという、ね、1年間で3作を出させていただいたということで、なかなかないことなんですね。で出したとしてもその、今あの流行りのっていうか A タイプ B タイプとかね、タイプを変えてっていうことはあるんですけれども、もう曲もこう変えて、年3作出させていただくっていうのはなかなかないことではないかなというふうに思っております。ですので、まあデビューしてまあ5年になりますけれども、もう企画の歌を合わせると9枚目になる、早いことでございまして、たくさん持ち歌ができてありがたいと同時に、いろんな歌というかをいただきましたので、歌詞を覚えるのが大変で、最近覚えてない歌詞もたくさんあるということが気づきました。特にカップリング曲とか、たまにはこの曲歌いたいななんて、そんな風に思った時もあるんですけれども、でもちょっと歌詞が危うかったりしますけれどもね、まあ皆様のお力もしお借りしながらやんちゃむで聴いていただきました。続いての歌は昨年その1月に発売をさせていただいた歌でございます。日本作曲家協会音楽祭の奨励賞をいただくことができた歌でございます。旅路の先にという歌を聴いてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。旅路の先にという歌を聴いていただきました。作詞が牧隆先生、作曲が宮下賢治先生でございますけれども、お師匠さんの歌を歌わせていただきました。この歌で、日本作曲家協会の音楽祭の奨励賞をいただくことができました。ありがとうございました。そしてね、この歌初めて、僕の作品で初めてですけれども、編曲は野村豊先生という方でございましてね、吉幾三さんの、娘にとか、幸せになるんだよ、あと上演とかね、吉さんの歌を結構書いてる方で、あとはオラ東京さ行くだも野村豊先生の編曲なんですよ。あのラップのね、歌を編曲したのが野村豊先生でございます。本当に多彩な先生ですけれども、この先生が編曲をしてくださいました。もう編曲でガラッとね、雰囲気がね、やっぱり変わりますから、そういう意味では、また温かい応援をね、この旅路の先にという歌も半年ぐらいしかキャンペーンができなかったんですけれども、また応援していただけると、幸いでございます。なんかいろいろ今日は今写真撮ってくださってる方がいらっしゃいますが、どうぞ撮ってください。かっこよく撮れるようによろしくお願いします。あんまりね、真正面から撮るとね、あんまりね、よくなくてね、ちょっと横顔とかね、そういう方がいいかもしれませんけれども、ね、撮っていただければなと、そんな風に思います。撮っていただいたらぜひ、お家に帰りましたら近所の方に10人ほどに声をかけてください。今日はこんな人に会いましたよ、こんなつぶらな瞳の人がいましたって声をかける。一条寛太さんって言うんですけど、ぜひこれ今日来たんで、また今度来るときは応援してねって言ってくださるとね、どんどん広まると、そんな風に、思います。僕のね、好きな言葉っていうのいろいろあるんですけれども、演歌の歌詞の中にね、水前寺清子さんの艶歌と書いて演歌という歌があるんですね。で、その歌が大好きで、水前寺さんにお言葉いただいたのは、一つのステージ、キャンペーンを大切にしていきなさい。で、その演歌の歌詞に、1が2になり、2が3になる、大和つめつめ、一の字をずっと、1という字をずっと詰め詰めということでね、そうすれば大きな花が咲くよっていうことでね、そういうお言葉をなんか水前寺さんからいただきましたね。その演歌という歌詞の中に3番かなんかの歌詞だと思うんですけれども、出てきますのでね、それが我が心の我が命の歌、演歌という日活の映画になってるんですけれども、主演が渡里哲也さんで、この話すると3時間ぐらいかかっちゃうんで、見たい方がいらっしゃいましたら、我が
命の我が心の演歌かなっていう演歌っていう、とりあえず演歌、ツヤ歌って書いて演歌っていう歌がね、あの歌じゃない、DVD かね、ビデオがね、ありますんで、ぜひ、見てみてください。これは何をやってるかっていうと、これもう話すと3時間ぐらいかかっちゃうんですけど、まあ、僕の所属する日本クラウンのその内情というか、そういうもの、世相みたいなものをですね、書いてるんですよ。渡哲也さんが出て、水前寺清子さんが出て、三河さんが出て、青山みちさんという方が出たりね、いろんな方が出てるんで、ぜひご覧いただければなと、そんな風に思っております。日活かなんかで出てる、渡哲也さんのなんか、で、主演でね出てるんでね、僕もそのクラウンの今は OB になっちゃいましたけれども、 OB の方に教えていただいて、見ました。うん、で水前寺、違うな、水前寺さんと、あ、じゃあ違う、笹みどりさんとあのウルトラマンの段次郎さんが競ってるんですよ。で、笹みどりさんと演歌でしょ。で、段次郎さんっていう方はちょっとグループサウンズ的なね歌を歌う方なので、その方がどっちが勝つかみたいな感じでね、売れ行きが勝つか、やっぱり日本の心を歌わないとダメなんだとかね、そういうことを、ね、言ってるんですけれども、これ話すと3時間ぐらいかかっちゃうので、この辺りで、あとはどっかのところでお話をしたいなと思いますけれども、我が心の歌、演歌っていう歌がありますんで、ぜひビデオかなんかで見てみてください。僕の CD の説明をしないで、他の人の DVD の説明をするってなかなか珍しいと思いますけれどもね。はい、聴いていただきました。旅路の先にという歌から、ちょっと、クラウレコードのお話をさせていただきました。さあ、続いてからがもう本題でございます。まずカップリングから聞いていただきたいと思いますけれども、カップリング、皆様のおかげで、初めての作曲をさせていただきました。風の追い分け渡り鳥という、初の瞬き物に挑戦させていただきました。ぜひ、お手に取っていただいて、また、カラオケで歌っていただくと、ご想像にお任せしますが、そういうことになることでございます。それでは、その風の追い分けは誰でとても親しみやすいメロディーだと思いますので、覚えていただけると嬉しいなと、そんな風に思っております。歌詞の中に上州寺、甲州寺、新州寺って出てくるんで、そのところも含めながら、まただみものの歌です。とても元気の出る歌かなと、そんな風に思います。風の追い分け渡り鳥という歌を聴いてください。ありがとうございました。作曲をさせていただきました。風の追い分け渡り鳥という歌でございました。いかがだったでしょうか。ありがとうございます。このいかがだったでしょうかって言って拍手を しない方が一人でもいたら今日帰ろうかなと思ってたんですよ。皆さん拍手をしていただいて、お世辞でもありがとうございます。作曲をねさせていただいて、なんでできたのかよくわかんないんですけども、作詞の牧隆先生がコロナ禍の時にね、もう仕事が2020年の3月ぐらいから、ほとんどなくなってしまって、もう月に1回か2回ぐらいの仕事しかなかったんですね。でその時に、牧先生の方から詩を何作か預かって、これちょっと、曲でもつけてみろっていうことで、それでコロナ禍の時にできた曲でございまして、でそれで、昨年の12月に発売をさせていただいたわけでございますけれどもね、ぜひこの曲も多分歌いやすいのではないかなと思いますけれども、またたびなのでどこかで聴いたようなメロディーかなと、そんな風に思いますけれどもね、でも親しんでいただけると嬉しいなと、そんな風に思っております。さあ、それでは最後に歌を聴いていただこうとかなと、そんな風に思いますけれども、いろいろね今後なんですけれども、スケジュールがあります。もちろんスケジュールなかったら困るんですけれども、テレビの方はちょっと日にちがまだ定かではないんですけれども、昨日令和歌謡塾というのを成城学園の方で撮らせていただきましたけれども、それが多分来月、あと三山ひろしさんの朝歌ワイドというのも来月あると思います。あとは、
作曲の加納玄大先生、昔の名前で出ていますとか、自動車紹介を作ってくださった加納玄大先生の特集ということで、僕も出させていただきます。それも来月と5月、2ヶ月にわたって出させていただきますので、まあ、詳しくはブログをチェックしていただければ幸いでございます。小林明さんと北川大輔さんと僕で、自動車紹介を歌わせていただきました。あの子をベッドにって歌わせていただきました。そんな格好でやったら多分怒られると思うんですけれども、まあ、それはあの真面目にってことないですけど、楽しく歌わせていただきたいので、ぜひ聴いていただければなと思います。そして4月5月、酒場という歌があるんですけれどもね、どこにもあるような酒場の片隅で、歌わせていただきました。その歌も収録しておりますので、ぜひ、チェックしていただければなとそんな風に思っております。そして月末は収録ですけれども、演歌の花道という収録にやらせていただく予定になっております。また放送日などはね、またブログなどでチェックして、まあ、あの5年ということになりまして、まだまだですけれども、ちょこっとずつ、まあ、いろんな方に認知していただければなとそんな風に思います。あの焦ってもしょうがないんで、今の先ほどの、水前寺さんがおっしゃった通り、1が2になり、2が3になる、山と爪爪1の字を、この気持ちを胸にこの1年間頑張っていこうかなと、そんな風に思っております。皆様のおかげで、昨年12月14日に発売したなおやじよという曲でございますけれども、僕3度目のオリコンの演歌歌謡曲のランキング第1位を獲得することができました。ありがとうございます。ディレクターさんとお話をするときでね、お母さんをテーマにした歌っていうのはたくさんあるよねってことだったんですけれど、昨日ちょうど母の誕生日だったんですけれどもね、昭和44年の生まれでございます。だから53?4?、ちょっと何歳か忘れちゃって、まだプレゼントも何も買ってないんでどうしようかなって、怒られるんじゃないかなと思ってるんですけれど、昨日母の誕生日で、それはさておいて、これも話すと 3時間ぐらいかかっちゃうんで、母の誕生日でした。でちょっとお祝いさせていただきました。でそのお母さんをテーマにした歌ってね、結構多いと思うんですけど、演歌もそれからJ-POP ね、多いと思うんですけれども、お父さんテーマにした歌ってなかなかないよねっていう発想から生まれたのがこのなあ親父よという歌でございます。皆様のお父様を想像して聴いていただけると嬉しいなというふうに思います。今日はお足元の悪い中駆けつけていただきましてありがとうございます。こういうふうにね、マスクをしながら声援とかもできるよということでございますので、早く元の生活にね戻れたらいいななんてそんなふうに思います。もう少しでゴールは近いかなとそんなふうに思っておりますので、皆さん力を合わせて頑張っていきましょう。それでは最後に歌を聴いていただきたいと思います。なあ親父よという曲です。聴いてください。あれが憎くて我が子叱る俺を悟して現役の涙をため帰り道も気をつけて、どうぞつまずかないように気をつけてください。温かい応援を今日はありがとうございました。一条貫太をもっと応援したいよという方がいらっしゃいましたら、今日お配りしているパンフレットに、電話番号を書いておりますので、ファンクラブというのがございます。ファンクラブのジャンパーを着てくださってありがとうございます。これが嫌でも届きます、ファンクラブに入るとね。ぜひファンクラブとかもそういうのも、応援していただけると嬉しいなというふうに思っております。今日は本当にお足元の悪い中、そう言ってね、また、こういうご時世の中お集まりいただきましてありがとうございました。これからも頑張ってまいりますので、温かい応援どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。鈴木楽器 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。
平成生まれの昭和なボイス、一条貫太です。今日は鈴木楽器さんにね、来ました、雨の中、たくさんの方来ていただきまして、お足元の悪い中来ていただきましてありがとうございます。なあ親父を、この昨年12月に発売した歌でございますけれども、このキャンペーン、鈴木楽器さんで2回目ということになっております。本当にありがたいことでございますけれども、今日は A 面じゃなくてカップリングのお話をしたいと思うですけれども、風の追い分け渡り鳥という歌です。タイトル通りまた旅物の歌で、ございます。作曲を僕がさせていただきました。大変恐縮なんですけれども、親しみやすいメロディーなのかなと、そんな風に思っておりますので、ぜひ、A 面はもちろんカップリング曲も応援はしていただけると嬉しいなと、そんな風に、思っております。もう元気にはつらつと歌っていただければ、この風の夜明け渡り鳥は、いい歌になるのではないかなと思いますので、ぜひ聴いてまた覚えて歌っていただけると幸いでございます。ぜひ風の夜明け渡り鳥、そしてなあ親父を応援よろしくお願いします。以上、平成生まれの昭和のボイス、一条貫太でした。